ローレンス・アットキンソンは、イギリスの画家、彫刻家、作曲家である。1910年代半ばに、イギリスで起きた、美術運動、ボーティシズムに参加した画家の一人となった。マンチェスターのチョールトンオン・メットロックで生まれた。声楽の才能に恵まれ、パリ、ベルリンで音楽を学び、ロンドンやリバプールで音楽教師となった。 1911年から1912年は、パリにいて、すでに30代の後半の年齢であったが、私立の美術学校のアカデミーでラパレットで、同年代のスコットランド出身の画家、ジョン・ダンカン・ファーガソンに絵を学んだ。ロンドンに戻り、風景画の制作をはじめ、アンリ・マチスのようなフォービズムのスタイルで描いたとされるが、作品は残っていない。1912年10月に、 ロジャー・フライラが開催したポスト印象派のロンドンの展覧会に出展した。この展覧会で、ボーティシズムの美術団体、レベルアートセンターの設立メンバーになるケイト・リッチ・ミアと知り合い、リッチ・ミアにピアノを教えることになった。1913年から、リッチ・ミアを通じて、ボーティシズムの中心的な画家、パーシー・ウィンガム・ルイスと知り合い、アド・キンソンの絵のスタイルを大きく変え、 アライドアーティスツ・アソシエーションの展覧会やレベルアートセンターに出展した。1918年にアトキンスの作品はイギリスの詩人エディス・シットウェルの編集した雑誌ホイールズの表紙へとなった。モダニズムの詩も書き、シットウェルの弟で詩人のオズバート・シットウェルと親しい小説家のオルダス・ハクスリーとも知り合った。1921年にミラノの展覧会で 彫刻作品で賞を得た。パリで死去した。ありがとうございます。